今回はですね、トヨタが着手も FCV と両立するか、水素エンジン10の疑問というニュースですね。これは先日、まあ、動画にしましたですね、トヨタのカローラをベースにした水素エンジンで、ここにもちょろっと載ってますけどね、耐久レース乾燥プレイグ10の戦いというニュースもあるんですけども、 まプレイグっていうのは異常燃焼のことではあるんですけれども、まあ、それはちょっとまたね、これもあの記事にしていきたいっていうか、動画にしていきたいなと思うんですけど、そもそもですね、なんでトヨタが FCV とこの水素エンジンというものをね作り始めたのかということで、両立するのかっていう部分ですとか、まあ、それに対して、ね、いろいろな背景とかね、えー、どういったものなのかっていうのを、まあ 単純に私知りたいということもあっていろいろ調べていくうちにこの記事に到達したんですけれども、まあ、皆さんも、ね、知りたいところっていうのはいろいろあるとは思うんですが私なりの意見とかっていうこともね独自の、まあ、視点ということも取り入れながらこういったニュースを、ねえー、見ていきたいなと思いますまずはですね記事本文から読んでいきますね トヨタ自動車は2021年4月22日、水素エンジンの開発に取り組むと発表したと。エンジンの脱炭素を目指す。同年5月21日から23日開催の富士24時間レースの参戦車両に搭載し、開発を本格化させると。トヨタは水素を利用した車両として燃料電池車 FCV を量産している。なぜ水素エンジンを開発するのか。そもそもガソリンエンジンとは何が違うのか。 技術課題は何か、知っておきたたいい項目をまとめたとめうことですね。でこれね結構興味深いあの問いがいっぱいあるんですけどもなぜトヨタが水素エンジンを開発するのと FCV に対する利点はハイガサクリーンなの現在市販されている水素エンジンはあるのということですよねとか世界の開発動向は日本の技術研究水準は高いのと技術的な課題は 技術,的技術課題の解決にメドはあるのということですがね、これも大きいですよね。水素ロータリーエンジンの可能性はとか、水素インフラはどうなるのとかいう部分で、いろいろ気になる問いについて答えている部分があるんですね。でまず最初の、なぜトヨタが水素エンジンを開発するのということですね。 世界各国がカーボンニュートラルに向けて動く中、欧州や中国において、中二酸化炭素 CO2 排出量をライフサイクルで評価する新しい自動車環境規制が検討、の検討が進むことが背景にあると。まあ、これは SDGs ですとかね、CO2 排出ゼロっていう部分、カーボンニュートラルっていうところですよね、に向けてどんどん動いていくいろんな背景があります。 これについて進んでいく中で既存のガソリンエンジンというのは、ね、もう CO2 を出すものですからなかなか生き残るのが難しいよということだったんですよねで。再生可能エネルギーの利用が基本となり移動手段キャリアに用いるエネルギーとして水素に注目が集まっているということですね。 でこんな感じで、えー、トヨタが開発のスイスエンジンのイメージということでこれ GR ヤリスの3気筒 1600cc のエンジンから取っていることですねこれ前回の記事ていうか動画にもお話ししましたけどこの写真がこれ載ってましたよねスイスエンジンは FCB と同様に原理的には CO2 を排出しない一方で FCV と異なり既存のエンジンの延長線上にあり FCD に比べて安価にできる 可能性があるとこれものすごくですね簡単にしゃべって書かれてますけどこのインフラですよねあのエンジンを作るインフラですとか整備するインフラっていうものが全部活かせるわけですね要するに今既存のメーカーで行っているライン工場のラインですとか部品を作っているメーカーさんですとかそれを整備する整備工場 ままで含めて全部ここのインフラが活かせるとということになります。もちろん水素を噴出するための技術ですとかこのタンクの技術っていうものがまたさらに上乗せされてくるのでどうなるのかっていう部分はあるんですけどねまあ既存の日本の車検制度とかそういった部分も細かいところはいろいろ変わってくると思うんですけど街中の整備工場ですとかね 日本の場合ですとそれに対するチューニングメーカーですとかいろんなものですよねそういったものの既存のインフラインフラといったらおかしいですけども産業っていうんですかね一大産業っていうのが全部生かせるということになりますここがやっぱりすごく大きいと思いますしトヨタが進めてきている部分も大きいですし ここ、次の文章にも載ってますけどね、さらに、日本自動車工業会ですね、JAMA 会長で、トヨタ社長の豊田明氏は、カーボンニュートラルの実用を目指すには、電気自動車1本 EV の一本やりではなく、エンジンを活用することの重要性を再三主張していると。ここですね。これはそういった背景がありますよというところが大きいです。トヨタ もです、ね、そのトヨタの既存のディーラー網に非常に大きく支えられてきたというところがありますし当然メーカーと反社というところでのつながりっていうのはですね、やっぱ大きいわけですよねだから既存のこういったその流れですねカーボンニュートラルの流れに対して何とかいい方向がないのかっていうところをずっと探してたんだと思います だから燃料電池車っていうものも一つ作ってきたんですけど燃料電池車にしても EV にしてもですね、まあ、既存のそういった自動車の産業ですねあるいはうーん、まあ、ディーラー網ですとか整備工場ですとかそういったものが、ね、一気になくなる可能性があるんですねこれは、まあ、一気になくなるはしないと思いますけどその構造自体が、ね、めちゃめちゃ変わるということです なぜかというとですね、EV 化が進むとですね、自動運転化が必ず進むんですね。自動運転化が進むと人がいらなくなります。で免許もいらなくなる。インフラも変わってくる。ですよね、交通網、道路網っていうのもすごく変わってきますよね。例えば信号がいらなくなったりとか、免許制度もいらなくなったりですとか、保険もいらなくなったりですとか、もうガラッと世の中変わっちゃうんですね。そういった意味で。 これに関わってる人たち、相当いっぱいいるんですよ、日本の中では。世界でもいっぱいいると思います。で、そういったものの構造が一気に変わるというものに対しての懸念、もちろん、トヨタ自動車自体も、相当な、あのー、削減をしなきゃいけない部分、<laughs> <laughs> すみません、リストラをしなきゃいけない部分というのが出てきますので、それはなんとか避けたいっていうところがやっぱり背景にあるということですよね。 それに対して、かなりの長い時間をかけてこれをやってきたというところです。で、なんとか走らせる車として、しかもいきなりですね、24時間レースに出してきたっていう部分の気概というのはですね、これ相当なものだし、これに勇気づけられたその自動車関係の人たちっていうのはね、相当いらっしゃるんじゃないかなというところですよね。で、日本自動車工業会の会長でもありますから、 それを温度をとってですね、他のメーカーも特に一気にやってくれというふうに言うことは可能ではありますよね。でなお、トヨタは水素エンジンの開発では、大型スポーツ車 g r i s の技術を生かすと。でエンジン排気量は g r i s と同じ 1618cc で、直列3気筒インタークーラーターボ、競技中の水素には福島県浪江町の福島水素エネルギー研究フィールドで製造されたものを使うということですね。 で、酸素中立、順番を間違えない、自公会会長が指摘ということです。で、これ、4月22日の時にこう,こういった発表があったよということですね。日本の自動産業が持つ高効率エンジンとモーターの複合技術に、新しいカーボンニュートラル、燃料を組み合わせれば、保有者も含めた大幅な二酸化炭素の削減が可能になると。これはハイブリッドも使うということですよね。 でハイブリッドも使うということは燃料電池の技術も使うということもできるので水素がもたらす部分というのはすごく大きいししかもですね、バイフューエルもできるということですいわゆるエンジンを乗せておくことによってガソリンも積めるし水素でも供給燃料供給ができるよという場合ですねでバッテリーの大きさによってはその航続距離もモーターでかなり動かせるということになるのでまあ、 一石三鳥ぐらいの技術だとは思うんですけども、そういった、まあ、あとはバランスを取りながらね、どれを大きく比重をしていくのかっていうこと、技術的にどれが伸びてくるのかっていうことによって、やっていけばいいということですよね。だこれ、すごいことをね、やったなということが、私はすごく、これ、知れば知るほどですね、えー、面白いなということですよね。で、FCV に対する利点っていうのは何なのかっていうことですけれども、 パワ,パワートレーンとして安価にできる可能性があることに加えて燃料となる水素を安くしやすいということですね。一種類用の水素は純度が99.97%以上と高く評高く高価、値段も高いということですで。水素エンジン用では低純度のものが使える、水素の生成コストを下げられるということです。いわゆるこの99.97%以下でもいいですけど、 これに何を加えるかが結構肝になってくるかなということですよね。で、既存のその水素インフラに対して、そういった燃料を入れていいようなものな水素ステーションなのかということも、えー、肝になってきますし、これは水素を供給する側のインフラの整え方っていう部分でもかなり変わってくるんじゃないかなという気はします。で、しかもですね、これまた記事が別にあるんですけども、 再び水素エンジン特許増加と BMW、転出企業が狙うディーゼル5へということですね。水素エンジン社が再び客を浴び始めた水素エンジンの研究は特許出願数を見ると2000年代中頃にピークアウトしたが、ここ数年欧州で増加傾向にある欧州が水素エネルギーに力を注ぎ始めたことが大きいということですね。だから、まあ、当然 トヨタがこう修道している部分もあるんですけれども、あのこれ背景にはですね、私は政治的なあ匂いがすごいプンプンするっていうのがものすごくありますね。あの結局その、再生可能エネルギーをね、あの流行らせたい企業とかですね、そういった SDGs ですとか、カーボンニュートラルっていうのは、その既存のエンジン技術に対して、 やっぱり妬みというかですねこう変換を求めてるわけですね急激な。で車社会がこうやって変わることによってその既存のエンジンの技術というものが全部なくなってしまう一掃したいっていうところもあるんでしょうねだからそういったところでのインフラ整備とかっていう部分を考えていくとやっぱり先ほど言ったね 自動化とか EV の流行ることによって、産業構造とかですね、そういったものがガラッと全部変わっちゃうっていうところですよね。だから、そこの部分でのうん転換というのは、ですね、この政治的なエネルギーというかね、派遣争いになってくるので、まあ、そこら辺がね、すごく今は曖昧になってきてるかなというところです。まだまだ決着がついてないかなというところでしょうね。 で排ガスはクリーンなのということですけども、水素エンジンの場合、高負荷運転時に燃焼反応の過程で窒素酸化物の酢が多めに排出されると。ただ、水素は可燃範囲が広いため、希薄、リーンな混合気を安定して燃やせると。空気過剰率 π のイコール2以上の希薄燃焼と大量排ガス再循環ですね、EGR の組み合わせで運転すれば、 ノックス排出量は数十から 100ppm に抑えられると言われると。潤滑油が少し燃えるので CO2 や炭化水素 HC を数 ppm ほど排出するがクリーンに近い排ガスと言って良いということですね。で、まあ、ここをあの分かりにくい表現になっていると思うんですけども、水素というのはです、ね、非常に燃えるスピードが速いというふうに。 あのガソリンとね、の違いなんですけどもで、さらにですね、高負荷運転時にはえ、窒素酸化物、ノックスが多めに排出されるということなんですけども、これもですね、えー、EGR というもの、大量排ガス再循環装置というものを組み合わせれば、かなり減るというか、ほぼゼロに近い状態に持っていけるということになります。で、潤滑油というのは、 エンジンの内部に入っているエンジンオイルとかですね、それが一部燃えてしまうよっていうことで CO2 が多少出るかなっていうところです。炭化水素 HC とかですね。数 ppm ということですけども、これも、まあ、このあと EGR 以外にもですね、えー、あれが燃えるでとです、触媒ですね。それによって相当消えるというふうにも言われてます。だまだまだそちらら辺の技術力、技術開発っていうのは必要になってくると思うんですけど、 まあ現時点でも,でもですね、相当消すことができるよっていうふうに言われてます。だから、水素エンジンから出てくるものは何なのかっていうとですね、水蒸気なんですよね。だほとんどクリーンなものと言ってもいいぐらいになっておりますね。で、まあ、潤滑油が少し燃えるので、CO2 ですよね。あ、あの、先ほど言った、その既存のオイルですよね。 えー、に対してのものっていうのがガスうん多少あるので、まあ、それが燃えて CO2 が出るということですね。ああ、そうですね、あのー、先ほどちょっと自動車産業の中でね、言い忘れてましたけど、潤滑油のメーカーっていうのもです、ね、相当、やっぱりこれに食い込んでますよね、自動車メーカーというか、その自動車産業の一つとしてですね、オイルメーカーと言われてる。 これもですね、巻き込むことができれば、かなり違うかなというところもあります。車を作るものに対してですね、あの、ものすごいいろんな産業がやっぱり加わってるわけですね。部品メーカーがもちろんそうですけども、そのインフラですとかね、えー、あと保険とかもそうですけどもね。うん。まあ、保険はちょっとね、難しいかなと思うんですけれども、 自動運転がね、出たらもう一気にいらなくなっちゃいますからね。で、まあ、こういった、そのいろんなものを、まだ活かせるようにするっていう部分では、この水素エンジンのを満たす役割っていうのをですね、相当大きくなってきましたねっていうところです。で、私もね、この会見の時に、なんでトヨタ社長はこれだけ強く言えるのかなっていうものの背景が、これでやっと分かったんですね。この あの記者会見というのをですね、ちょっとあの会、ー、議的に見てたんですよね、なんでこんなに強く言うのかな、うん、で、FCV も出してるのになんでだろうなっていうところがあったんですね。で、今ね、あのトヨタのディーラーさんに行くと、FCV、あのいわゆる未来の新型が出てですね、それが店頭に乗っかってて、あのー 一応販売ができますよっていう形でね、大々的にはやってるんですけど、なかなか売れてないんですよね。うん。これはまあ水素インフラ、いわゆる既存のですね、えー、やっぱり水素ステーションっていうのは全然まだまだ、まだまだどころか全然ないぐらいなんですけども、それが整ってないってこともあるんですけど、私はね、 あのやっぱりこの未来ですね水素燃料電池車を売る未来に対してどうなるのかっていうことがディーラーの人は分かってますよねおそらく自動運転化したら自分の仕事なくなるっていうの分かると思うんですよ自分の仕事をなくすような車を積極的に販売したいんですかって言ったらそんなことはないじゃないですかやっぱりね既存の車であればあの自分の仕事がやっぱり維持できるわけですから そういったものを積極的に販売するわけがないっていうのはですね、やっぱり散々その、このトヨタ社長もやっぱり分かってるんだと思うんですよね。で、この水槽エンジンにすると、既存のエンジン車ほどは売れないかもしれないですが、かなりのいろいろな、そのね、えー、エンジン、メーカーもそうですし、自分のところのそういった工場とかもそうですけど、整備工場ですとか、 そういった産業も全部含めてですけどもやっぱり巻きき込むことがででるんですよね。今のインフラをうまく巻き込むことができるかなっていうところにあるのでこれの市販車っていうのはねいつ出てくるかどうかによるんですけども最初はねバイヒューエルかもしれませんしハイブリッドかもしれないしどうなるかさっぱりわからないんですけども、まあ、既存のこの,、ね、この24時間 のレースはもう走りきったっていうことですからまあこれね半分ぐらいしか走ってないっていうのいろいろあったんですけどもそれでもですねこれだけのこの高負荷12時間ぐらいはやっぱり走ったわけなんでトヨタ社長のこれにかける意気込みっていうのをですねこのあんまりねあのニュースになってないのがちょっと心配なんですけども、まあ、政治的な部分としてはねやっぱりその SDGs を広めたい EV えーうん、EV の軍団ですね、そっちの方がやっぱりそのまだ強いのかな、マスコミなんかは、ね、まだ強いのかなっていう部分があるんですけど、うん、でもね、このエンジンがこの活かせる部分と,いうとしてです、ねえー、注目してる人っていうのはね、まあ、世界中に相当いれるんだろうなというふうな気はします。だトヨタがですね、積極的に水素の特許開放、水素の、ね、技術的な特許開放も行って、 るんですけども、まあ、既存のメーカーさんがです、ね、乗ってこない背景っていうのはやっぱりその政治的なその圧力ですよねこれに今のところ屈しちゃってるんだと思うんですけど、まあ、トヨタがですね温度をとってです、ね、こうやってやってる中では今後はね非常に面白いなという気がしますねこれだけのことをやってのけたんですから まあこれからはですね、細かいところをやっぱり少しずつ少しずつやっていくというのは日本はすごい得意な分野ではありますしこれ世界中でですね、注目されているんじゃないかなと思いますね。特にあの非常に高価な車を作るメーカーですねフェラーリですとかランボルギーニですとかあるいはそうですねマクラレンなんかもそうかもしれないですけど この技術っていうのをですね、とにかくうわーっとこう詰め込んで、燃料電池、まあ、基のバイフューエルも含めてですけども、あのー、作っていくっていうのは、そんなに難しいことじゃないのかなっていう気はします。トヨタの技術を使ってね。なぜかというと、ターボの技術と、この水素のインフラの技術っていうのは、やっぱりこの耐久性とかですね、燃えやすさとかですね、その危険性とかですね、そこら辺が問題になってくるんですけども、 まずはね、市販車である程度こうガー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 、いろいろ技術的な部分っていうのをこう超えていって、そういった高級車にしてですね、エンジンメーカーとして残しておきたい。フェラリとかね、ああいったエンジンっていうのはやっぱり残しておきたいですよね。うん、残ってほしいなっていう希望があります。あれが EV になっちゃったら、やっぱり乗りたいなって思う人だいぶ減るんじゃないかなと思うんですけど、まあ、フェラリもですね、ポルシェも、 ターボの技術をね、取り入れてきたっていうのは、そういう背景もあるのかなっていう部分ですよね。911なんかもね、ポルシェの911なんかも全部ターボ車になっちゃいましたから、ターボでこの水槽のエンジンを作るっていうのは、もう可能だ、走れるぞっていうところまで来たので、あとは細かい部分をどうやっていくかっていうことになってくると思いますけど、あの、島下さんとね、南波さんがライトナウっていう、 チャンネルでですね、お話ししてたんですけども、既存のそういったね技術を使って、まあ、ある程度努力は必要になってくると思うんですけども、例えばポルシェなんかで言うとですね、リアエンジンにこのサイズじゃなくてもちょっと大きいサイズの、ね、エンジンを積んで、バイフュュエルでですね、まあ、リアシートはちょっと潰れちゃうかもしれませんけども、ん燃料タンクとガソリンエンジンをこうバイフュュエルで入れて、それで えー、作るっていうのはですね、全然可能じゃないかなっていうところです。ターボ技術をね、使っていけば全然問題なくいけるのかなと。で、水素を100%にね、えー、していくっていうこともですね、まあ、技術的には、まあ、それなりに実験はいるでしょうけれども、市販車としてね、脱出レベルに行くには相当いろいろね、投与者っていうのは慎重なので、えー、大変だとは思うんですけども、まあでもね、必ず出してくるだろうなっていう気はしますよね。 世界中にポルシェのファンっていうのがやっぱりいますしそこにお金を払ってでも維持してもらいたいなっていう人は結構いるでしょうしまあ一自動車ファンとしてもですねこの技術をもっと盛り上げててほしいなっていうメーカーさんはいっぱいあるのでまあそういった意味でこのニュースを取り上げているっていうところもあるんですけどもねですのでまあ非常に面白い展開になりそうかなという気はしますねはい で、これね、まだこの次の質問ですとかっていうのがあるので、それについてもですね、私の独自視点でちょっといろいろやっていきたいなと思います。はい、最後までですね、聞いていただいてどうもありがとうございます。